次はですね、ビーガンの矛盾点に気づきました、俺は。ビーガン？ビーガン知らんのけ？知らないです。何ですか？言ったら、菜食主義者っているやん。ああ、はい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 。それの一種は一種だよ。あ、そうなんだ。菜食主義者よりさらに、はい、過激って言ったら怒るよっか。まあこれ、ビーガンが怒ってくるのは覚悟で俺は今日喋るけど。なぜなら、なぜそんな怒られるのを覚悟で言うか、はい、俺はビーガンが大嫌いですから大嫌いだからです。だから今聞いておきましょうか。もう別になんかビーガンがこれ見つけたら絶対文句のコメント書いて低評価押しまくるっていうのは分かりきってるけど言います。はい、なぜならビーガンが大嫌いだからです。2回も言わなくていいですよ。あ、そっか。まああの菜食主義の中でも菜食主義者は、はい、卵とか牛乳とかは、はいはい、食っていいみたいな。ああ、そうなんですね。多分、うん、さらにビーガンは本当に牛乳とか、うんうん、卵、うん、バターとかそういうもんも口にしてない、なんでかっつったら、はい、牛乳って一応牛から取ってるもんや、うん、はい、なんか俺その感覚が全く意味言ってることの意味が全く分からへんけど、牛乳を飲んだり、はい、バター食べたり、はい、まあ、卵もそうなんやけど、うん、動物からの搾取らしい。意味分からへえとしか言いながら、だから私もだからと、まああのかろうじて肉を食べるのは、はい、動物を殺すことになるからそれはしないっていうのは、はい、あ、俺はそれは欺瞞やと思ってんだけどな。まあ1億歩譲ってまあ分からんでもないやん、うん、確かにね。って俺だんだんその言うてること自体は分かるようになってきてん、気持ち的に、うん、なあ、肉食べるのになんか牛とか鳥とか豚さんが死んでんやなとか思ったら、うん、それは残酷な話やな、でもうまいって思ってんだけど俺は。ありがとうでしょ。気持ち自体は分かんねえ、はいはい、うん、でも欺瞞やけどな。まあですね、でもう食って大きくなってんやからお前はよ、すでに子供の時に肉食って大きくなってんやからよ。でもそれが罪やっていうんやったらもう死んだ方がええでと思ってんねんけど、まあ、それは置いといてや、はい、それはそういう人たち、もうだから植物性のものしか体に入れない、はい、牛だから牛乳すらも、これがな、例えば動物性のものを体に入れたら健康に悪いからっていう理由やったら別にいいと思うね。はい、その植物性のものしか食べないのは私は健康のためですって言うてんやったらいいねんって、はい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 、俺はさ動物からの搾取がどうだらさ言うからさ牛乳もわかんない、牛乳飲んだから言って別に牛死なへんや、うん、でもそれもわかんない、動物からの搾取だからってさ、牛乳は子牛が飲むためのもんだよとか言うねで別に人間も飲めるんやし飲んだらええやんけっていう風に主張してるやつらがビーガンやね、意味わからへんやん。それも別に自分の主義としてそうやってやってるだけやったらええねんけど、例えばこの前もあったんやけど、アヒルを飼育してる牧場っていうか、アヒル飼育場みたいな養鶏場みたいな感じで、はい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 、まあ、外国の話だけど、アヒル食べるためのアヒルを飼育してるところに、はいはい、ビーガンが乗り込んで大暴れとか、はい、破壊活動もでしょうね。だからテロリストやん、あいつらな、言ったらな、まあそうじゃない、ビーガンもいるのは知ってますよ。私はそんなことしませんっていう、私は人に強要したりしませんとかいうビーガンもいるのは分かってるけども、そうやって人に無理強いしてなんか破壊活動までして人に迷惑かけてるやつらもいるんやから、そりゃ一緒くたにされてももんしゃあないよな、もうそれはさ。例えば撮り鉄とか言うて鉄道マニアの中でも写真を電車の写真を撮ることに命かけてんのかなんか知らんけど、人の土地とかに勝手に入って木の枝とかのこぎりで切ったりするやつらもいるやん か、 だから僕はそんなことしませんっていう撮り鉄もいんのかもしれんけど、そういう
過激なことをしてるやつらがいる限り同じように見られるのはしょうがないから、はい、そうですね、まあ、同じように見ないと話も進まへんから、いやそれは人それぞれだよって言ったらそこで話が終わるから、うん、あえて一緒にするけどそんなことするから俺はビーガンが嫌いやねんで、はい、なもん食いたいもん食ったらええねんと思ってんねんけどな俺は、うん、で人の食うもんまで文句言うてくから腹立つわけビーガン。そうですね、もう自分のことは自分でそこでとどめといておけってことですね。うん、私は肉を食べませんやったらそれはそんで黙っとけええんやそうやってデモ活動をしたり破壊活動をしたりテロ活動をするからビーガンってちょっとなって思われるわけやろ。で、はい、揚げ足取りたくなってくるわけ、はい、で俺はビーガンの矛盾点を見つけて、うん、見つけちゃった見つけました。まあこの矛盾点に関してもヘリクツ言ってそれはそういうことじゃないんだよとか言ってくるんやろうけど矛盾点は矛盾点やねん。見つけました、はい、俺は朝の散歩をするのを日課にしてんねんけど朝散歩してる時に矛盾点を、はい、ビーガンの矛盾点を見つけて、はい、発表します。はい、朝散歩してたらな、はい、最近冬やからあんまりないねんけど、はい、夏から秋にかけて、はい、毛虫が道とか歩いてるやん。歩いてるで、はい、歩いてるってなんかのたってるやん毛虫とか、はいはい、まあ、カエルたら、まあ、なんかのそのそしたりしてるやんか、はい、で朝歩いてるとなそいつらが潰れてたりすんねん、はい、車のタイヤに引かれたり、はい、はたまたチャリンコに引かれたりして、はい、潰れてんねん、はい、まあ見ますよねそういうの。見ますね。で思ったのが、はい、ビーガンって車乗るよなって思う。乗ますね。だから肉は食べへんかもしれんけど車乗るよねって思う、うん、車乗ってないビーガンもいるやろうけど、はい、車乗るやろな多分ビーガン、はい、まあ、聞いたことないけど、はい、車乗ってるっつうことは、はい、絶対間違いなく 100%、はい、毛虫だのカエルだのアリだの何だの、はい、そういう小さい動物を踏みつけてんねん、はい、うん、私は車乗ってますけど動物をカエルを引き殺さないようにいちいち気ぃつけて車を運転してますなんて絶対いいよそんなやつでやーって走ってそんなやついたら迷惑やわな逆に、ね、まあ、いちいち止まってやる、ね、いちいち急ブレーキやカエルがいるために急ブレーキやきれいで、うん、交通事故も起こるやろうしいちいち止まるからさ大渋滞になって大迷惑やん、はい、絶対乗ってるよなビーガンも車乗ってますね。絶対踏み潰してるよなどこが動物からの搾取をしませんやねんめちゃめちゃ踏み殺しとるやないかお前らって思ったわけよ俺朝散歩の時に矛盾も華やでしいなと思ってさ。でこれを言うとな、はい、こういう反論が返ってくるのも分かってねえ。ビーガンってなんかただ動物を殺すなって言うてるわけじゃなくって、はい、なんその畜産酪農、はいはい、いわゆるそうやって、はいはい、人間が食べるためのはい、飼育動物の飼育を否定してるから、うん、その車で動物をカエルだのを踏み潰すのは関係ないんですよねとか言いやがんねあのポケどもはあのクソビーガンどもはそういうヘリクツやなヘリクツやそんなもんはだからなんやねんお前らはなんか動物から搾取すんな言うてんちゃうんかいう話でだったら車も乗んなやで私は絶対その動物を踏み殺さないために気をつけて歩いて、はい、歩く時もあれ一匹殺さないように歩いてますとか言ってたらまあ百歩譲るこれも百歩譲って、うん、絶対そんなもん生きてる限りな微生物とか殺してるわけやろ、うん、あ絶対殺してんねんそんなもんカーとかさなんか座る時にさそんなもん蚊の命なんて何も気にしてへんねんビーガン飼ってそこまで行くと何が動物の搾取はしませんやほんまな聞いて呆れんねんボケナスが以上です。